皆様こんにちは福岡リート投資法人の J リートオンライン IR セミナーをご視聴いただき誠にありがとうございます。それでは早速ですが説明に入らせていただきます。本日の内容は目次に記載のとおり福岡リート投資法人の特徴業績説明 近況福岡九州の強みサステナビリティへの取り組みの順にご説明しますまず福岡リートの特徴についてです左上に福岡リートの特徴を五つ記載していますが一番大きな特徴は何と言っても地域特化型リートである点です投資エリアとしては福岡を中心に 九州、沖縄の不動産を対象に投資を行っています。また、福岡リートは2005年に上場し、今期で38期目となり、これまで安定した分配金と着実な成長を達成しています。保有している不動産の概要ですが、右上に記載のとおり、本年8月末時点で35物件。 資産規模は総額約二千七十五億円です。アセットタイプとしては商業施設が五十一点九パーセント。オフィスビルが三十三点五パーセント。その他が十四点六パーセントとなっています。保有エリアは福岡都市圏が約四分の三。その他九州地域が四分の一弱となっています。また直近期。 38期の一口当たりの分配金は3,753円であり分配金利回りは年間算で4.6%でした次にホームページは第19期以降の一口当たり分配金とナブの推移です安定した分配金実績を出していることがお分かりいただけると思います次に スポンサーについてご説明します我々福岡リートのスポンサーは左の図にあるとおり現在9社ですリートの場合資産運用会社の株主をスポンサーと呼びますがメインスポンサーでありキャナルシティ博多などを開発した地元デベロッパーの福岡辞書が現在55%残るスポンサーは九州電力をはじめとする九州福岡を代表する企業 および、日本政策投資銀行という構成となっています。他のリートの場合、スポンサーは1、2社というケースが多いのですが、我々は地域特化型リートであることから、このように多くの地元スポンサーに支えられています。次に、福岡リートが保有している不動産を紹介します。商業施設については、10物件保有しています。キャナルシティ博多から、 このハモール橋本までの5物件については、通常の固定賃料に加え、売上に比例して賃料が変動する契約を締結しています。久留米東串原ショッピングセンターは、後ほど詳細説明しますが、本年11月30日で外部への譲渡を実行しました。オシスビルについては13物件保有しており、取得価格ベースで商業に次ぐ割合を占めています。 その他のアセットタイプについては現在12物件保有しています内訳としては物流施設が4物件住居が6物件ホテルが2物件となっていますまた少し先ですが2029年3月にアイランドシティ公安関連用地の底地を取得する予定でございますそれらを地図に落としたのがこちらの ポートフォリオマップです先ほど福岡都市圏が4分の3と申しましたがご覧のとおり博多や天神といった福岡の中中心部に集中していま,すまたそれ以外の地域では福岡県の周辺都市や佐賀県鳥栖大分熊本鹿児島沖縄に物件を保有しています。 このページでは直近の資産の譲渡物件売却についての説明です商業施設アセットの久留米東串原ショッピングセンターの資産譲渡です譲渡理由は資料の右側に記載のとおり3点です1つ目は含み益の実現と分配金水準の安定化2つ目は商業施設の投資比率の引き下げ最後に 譲渡資金の活用です後ほど説明するキャナルシティ博多のリニューアルプロジェクトの推進と3期にわたって分割で売却することによる分配金安定化のの両立を図るものですこの判断は中長期的にも短期的にも安定した収益を投資主の皆様に提供することで最善の利益に資するものであると考えます。 次です。近年はさまざまな自然災害が発生し不動産にとっても大きなリスクとなっていますが我々は保有している建物全てに地震保険を付保しております。地震保険は保険料が高いため一般的に J リートなど不動産ファンドでは地震保険を付保せず地震リスクの高い物件のみに付保しているケースが大半です。しかしか 福岡九州地域は他のエリアに比べて相対的に少ない費用で地震保険加入が可能であるため我々はこのような取り組みを行っています。また浸水対策についても福岡市の取り組みを記載しておりますのでご確認ください。ここからはは業績説明です直近期期期の第期期間としては 本年3月1日から8月末までの期の決算についてご説明します。最初に資料下段の分配金の推移についてです。第38期2023年8月期の分配金実績は予想費プラス153円の3,753円となりました。ちなみにこれは6か月決算の分配金としては 過去最高額ですその主な要因はキャナルシティ博多のインバウンド需要の回復が予想より強かったため賃料収入が上振れたことですグラフの通り続く第39期も38期比同水準の3,755円第40期は売却益がなくなりますが3,600円としています。 売却益なしでの分配金の目線である3,600円を第40期で達成し今後さらに分配金を向上させ投資家の皆様へ安定的な分配金の還元を継続していく方針です。また我々福岡リートが今後目標とする巡航分配金についいても後ほどご説明いたします次に資料左上外部成長についてです。 第38期本年3月に熊本のオフィスビル4月に福岡市内の住居物件第39期基礎の9月に新築オフィスビル博多 FD ビジネスセンターの取得を完了しております特に博多 FD ビジネスセンターについては第39期第40期の収益に大きく貢献する見込みです 次に資料右上の内部成長についてです。アクティブ商業全施設において昨年同期比で売上が増加しています。メイン物件のキャナルシティ博多においては韓国からのインバウンドの回復により施設の売上が昨年同期比プラス18%です。キャナルシティ博多の取り組みについても後ほど詳細をご説明します。その下、 オフィスビルの期末稼働率は九十八点五パーセントです。当期もテナント入れ替え及び契約更新に伴う賃料増額改定が実現でき。賃料増額額は月額百三十万円となりました。次に左中段の財務運営です。期末の数字は記載の通りで、安定的な財務基盤の維持に努めています。 引き続き返済期日の分散などによるリファイナンスリスクの軽減に努めますただし足元固定の基準金利が上昇傾向ですそれに伴う調達コスト増加のリスクについては調達期間や固定変動比率の調整などにより対応していく方針ですホームページは第38期の決算ハイライトです 青い帯で表示している部分は一口当たり分配金であり先ほど触れました通り第38期は3753円となっています38期の予想は3600円としていたことから予想費プラス153円での着地です続く第39期第40期の分配金予想は資料右側の中段に記載の通り 第39期は3,755円第40期は3,600円としています次に今後の巡航分配金についてです棒グラフの通り新型コロナの影響を大きく受けた2020年8月期第32期の分配金3,250円と比較して 今回の決算期第38期では3,753円まで回復させることができました。今後日先の予想についてですが、今期第38期の売却益を除く分配金ベースでは3,210円です。その1年後の2024年8月期の分配金は3,600円とし、約 12%ほど増加させる計画としています最後に一番右の巡航分配金については3800円を目標に運営していきますそのための具体的施策は資料下段に記載のとおり既存物件の内部成長外部成長さらには売却益及び内部留保の活用などを行うことでこれを実現していきます ここからは福岡リート投資法人の近況についてご説明します。まず外部成長の取り組み方針について説明します。現在福岡リートの資産規模は上段真ん中の円グラフのとおり博多 FD ビジネスセンターを取得した2023年9月1日時点で約2,216億円です。 ポートフォリオ全体に占める商業比率も目線としていた50%以下となりました資産規模については従来より説明の通りまず2500億円を達成しその先は3000億円を目指しますスポンサーからの物件取得に加え地域密着のソーシング力の強みを生かした外部からの取得によりオフィスビル物流施設 住居を中心にサスティナビリティに即した物件の取得を目指します。また今後も総合型リートとしてリスクリターンのバランスを考慮した最適なポートフォリオを形成すべく取り組んでいく方針です。これは直近本年9月1日に取得した博多 FD ビジネスセンターのリーシング状況の説明です。本物件は スポンサーの福岡辞所が開発した福岡市博多区の新築オフィスビルです。本年2月の竣工から約半年間で資料右上に記載のとおりリーシングは申し込み済みまで含めて86.5%まで進捗しました。ビルの立地やワンフロアの面積規模デザイン性などが評価されさらに福岡辞所のリーシング力により 想定以上に早く入居が決まりました。資料の通り、外資系の金融機関およびコンサルティング会社をはじめとする国内外の優良企業の誘致に成功しています。次は福岡のオフィスマーケット動向についてです。左のグラフの通り、2023年上期に大規模な新築ビルが供給されたことで、10月時点の 高価の空室率は全体で5.78%と上昇しています一方既存ビルの空室率は4.36%と依然低い水準で推移していますちなみに東京都心の空室率は6.1%です資料右上のオレンジの枠に2023年10月時点の平均賃料を記載しています 福岡の平均賃料は前年同月比プラス0.8%で引き続き上昇していますこれは福岡のマーケットの底堅さを示していると思いますまた福岡リートの保有押しスビルは空室率上昇にもかかわらず高い稼働率を維持していることからマーケット内での競争力の高さがご理解いただけると思います 次はオフィスビルの稼働率実績と今後の予想です福岡リートが保有するオフィスビルの第38期荷重平均稼働率は右上に記載のとおり98.6%と引き続き高い稼働率を誇っていますまた CBRE の査定資料によれば保有物件の賃料ギャップは12.5%です 今後も継続して賃料増額改定にも取り組んでいきます。次は商業施設の状況についてです。下段の表の通り、全体として商業施設の売上は増加しています。我々がアクティブ商業と呼ぶ部合賃料が期待できる記載の商業施設では、需要回復局面における集客増・競争力強化を目的に、 集客イベントやリニューアルを実施しています次ですメイン物件のキャナルシティ博多についてです新型コロナの影響を大きく受けた2020年8月期から国内集客の回復韓国を中心とするインバウンドの回復隣接する新駅開業等により コロナ前の約80%まで売上を戻すことができました今後は中国のインバウンドの回復リニューアル計画フューチャービジョンの進捗周辺施設からの回遊性向上により施設の売上増が期待できます資料左下のインバウンドの状況ですが特に韓国の回復が顕著です しかしながら中国の入国者数は依然として低い水準です。今後は中国のインバウンド需要の回復により、さらなる施設の売上増加を期待しています。これはキャナルシティ博多のリニューアル計画フューチャービジョンの取り組みについてです。資料右上、本年9月15日に九州最大規模の総合スポーツショップ アルペン福岡がサウスビル1階から3階にオープンしましたオープン後約3か月が経過しましたが想定を上回る来場及び売り上げで順調な滑り出しとなっていますまた4年ぶりの開催となりましたが夏休みには噴水や水を使ったアトラクションが体験できるキャナルスプラッシュを再開するなど 集客施策も継続して行っています資料左下オーパーゾーンでは本年4月にアウトドアブランドのノースフェイスの増床リニューアルを実施ファッション雑貨等が集積する地下1階ラフェスタゾーンも今後リニューアルオープンする予定ですこのように我々のフューチャービジョンに共感いただける主要テナントのリニューアルも進捗しています また、資料ギラのグランドハイアット地下1階の飲食ゾーンのリニューアルも、現在、ゾーン全体のデザイン案を検討中で、同時にリーシングも進めています。来年年明けに工事を着工し、1年後のオープンを目指しています。資料右下、キャナルシティ博多と隣接している福岡市の清流公園が、憩いの空間と、 多彩なイベント開催機能を持った公園として再整備され2025年春オープンする予定ですこれはスポンサーである福岡市が中心となったグループが福岡市のパーク PFI 事業の優先交渉権者として選ばれたものですこれにより天神方面からの回遊性の向上とエリアの魅力がさらに高まることが期待できます その他アセット物流施設についてです福岡の物流マーケットは非常に良好で2019年から2022年まで空室率は低い水準で推移しています CBRE のレポートによれば2022年以降の大型供給により若干の空室率上昇が見込まれていますが新規需要も底堅く推移する見込みです 今後も福岡近郊、佐賀県都市エリアは需要が非常に強い状況が続くと予想されており、大型供給が続くも賃料単価は上昇を見込んでいます。今後、福岡リートの保有物件においても、契約公開の際、賃料増額を実現していく方針です。福岡リートが保有する物流施設は、現在4物件ですが、 いずれも100%稼働です次にそのターセット住居・ホテルの状況です住居については5物件平均で第38期は97.5%と引き続き高い稼働率を維持しており非常に安定していますまた入れ替え時の新規募集賃料の増額にも継続的に取り組んでいます 今回新規取得したアクシオンベフ駅前プレミアムが商売する福岡市城南区は人口および世帯数も顕著に推移しているエリアです新築物件のため現時点での稼働率は50%程度ですが計画通り入居は進んでおり早期に100%稼働を目指しますホテルの保有はいずれも宿泊特化型です 福岡ワシントンホテルでは足元 ADR がコロナ前の水準まで回復しておりますまた比較的インバウンドの戻りが遅い沖縄県にあるティサージホテル那覇ですが第38期も継続して不安賃料が発生していますこちらは今後インバウンドの需要のさらなる回復を期待しています次に財務運営についてです 円円グラフの通り第38期末仮入れ高は億円ですそのうち約半分を資産運用会社福岡リアルティのスポンサーである日本政策投資銀行西日本シティ銀行福岡銀行の3行から調達しています残りの半分はメガバンクや九州各県の 地方銀行などから調達することで我々の投資エリアである九州全域の地元の情報をカバーする取引ネットワークを構築しています引き続き財務基盤の安定化と機動的な資金調達の手段を確保していきますここからは福岡九州の強みについてご説明します 我々がメインの対象エリアとしている福岡の近況についてご説明します。左下のグラフの通り、11年連続で人口が増加しています。左上の吹き出し欄にもある通り、人口増加率も非常に高い状況です。右上のグラフですが、その中でも福岡市の若者率、非常に若い人の比率が高いというところが特徴です。 人口の増加は町の発展につながりますので不動産の価値にもプラスの要因となることが期待されます福岡における足元のインバウンドの状況についてご説明します上段のグラフのとおり韓国を中心にインバウンドは着実に増加しています左下のグラフは福岡空港国際線の動向ですが航空会社からの申請を 国土交通省が認可した便数を示しています今年度冬季便についてはコロナ前の水準に回復する予定ですまた右下の表は九州への外国人入国者数の単月比較ですが韓国が2018年8月と比較すると8割超回復しておりその他アジアはコロナ前の水準を上回っています 今後中国がさらに増えることを期待していますこれは福岡の中心部の地図です天神が終点となっていた地下鉄七隈線が本年3月27日に博多駅まで延伸開業しました延伸した地下鉄七隈線の新駅串田神社前駅はキャナルシティ博多の横に隣接していますので 福岡市の城南区佐原区西区の住宅街や天神博多駅からキャナルシティへのアクセスは格段に向上しました延伸・新駅開業に伴いキャナルシティへの来場者が増加しています次に天神エリアの再開発についてです福岡市により天神ビッグバンと呼ばれる天神エリアの再開発が推進されています その第1号案件、天神ビジネスセンターをメインスポンサーである福岡事所が開発し、一昨年2021年9月に竣工しました。直近では福岡大名ガーデンシティのオフィスフロアが本年3月に竣工し、ザ・リツカールトンホテルのホテルフロアも6月から営業を開始しました。その他資料に記載のとおり、 来年2024年から2026年にかけてオフィスを主たたるる用途とした大規模な複合ビルが今後竣工すす予定です我々のスポンサー福岡地所も福岡リート投資法人が底地を保有している天神西通ビジネスセンターの建て替え計画をはじめ天神ビジネスセンター二期計画も工事を着工を行い順次計画が進んでいます。 博多駅エリアにつきましても博多コネクティットという名所で再開発が進められています JR 博多駅の博多口側の西日本シティ銀行本店再開発は福岡地所が西日本シティ銀行と共同で進めておりこちらも先日新築工事を着工し2025年の竣工を目指しています次に サスティナビリティへの取り組みについてです。サスティナビリティへの取り組みは、引き続き経営の重要課題に位置づけており、記載のとおり、サスティナビリティ推進室の組織体制を強化しました。環境の取り組みとしては、新規取得した博多 FD ビジネスセンターにおいて DB、DBJ グリーンビルディング認証を取得したことで、 グリーンビル認証取得率を80.3%に上昇しました。最後に IR 情報のご案内です。福岡リートの決算期は2月と8月の年2回です。分配金は5月と11月にお支払いしています。福岡リートのウェブサイトでは、 決算や IR 活動情報など、さまざまな情報を公開しています。ぜひ一度ご覧ください。以上で、福岡リート投資法人のご説明を終わらせていただきます。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございました。